思わず場外に、これはエスケープと申し上げていいでしょう、ジョニーエース今あのかなり近くに入ってますからね、入りましたね。小橋としてはエースが完全回復する前に次なる技を打ち込みたいところです。それすなわちワイヤーロープを利用してのギロチン、もう何と申しましょうか、こんなタイプのエースクラッシャーモーザー初めて見ました ね、 これね。いやそうですね、いやもう今は要するにとっさに出た技だとは思いますけどね、いやちょうどトップロープが綺麗に喉が入ってますからね、エルボーです、距離を取ります、さあ登ります、ジョニーエースとどめの一発狙おうとしているのか、仕上げはこれだ、ミサイルキック、さあジョニーエースがカバーする、ジョニーエースがカバーする、日米超世代対決、2で返した、2で返した、あと1つ、その1秒は永遠なり、日米超世代対決、さあ金髪をかき上げたジョニーエース、さあ館内の反応を、反応はエースコールからやがて小橋コールへ、上がり行ったり、そしてグラウンドに寝かせた、カバーした、2カウントです。札幌長島体育センター重点をストッピング攻撃、時短打振り踏みが始まりました、まさに穂村立つ北の都札幌、さあ佳境を迎えてまいりました、30分一本勝負のシングルマッチ、さあ先に握ったのはジョニーエースだ、しかし起き上がった、小橋が起き上がった、ハイキックだ、ラリアットダッキングした、バックバック、エルボーでかわす、危ない、今日2発目のエースクラッシャー、エースクラッシャー、今度はリングのど真ん中、メモをつろ、小橋健太、精神的にですね、かなりやっぱりダメージあると思いますよ、はい、自分の得意技を先に相手にやられたっていうのはね、さあ小橋健太の18番ムーンサルトプレスを打ったのはジョニーエースでやりました、世界を目指す、高みを目指す小橋健太、そしてジョニーエース、不十分な体勢でもなんとかこれ以上の攻めをしのごうという小橋健太、足を取ります、ジョニーエースの左の足を取って、さあ2リフトだ、今度はギロチン式のエースクラッシャー、エースクラッシャー三昧、小橋健太天を仰ぐ、テレビ用の照明にそう、すでにその顔は白くなっている、2カウント、2カウント、エースもさることながら返すこの小橋もまさにスーパーパワー、超力、終盤戦の山場、札幌中島体育センターであります、あー、しかし返した、変形の、2カウントになります、変形のタイガードライバーを狙ったんですが返しました小橋です、いや、体を伸ばしたですね、館内がどよめいております、このどよめきはこの試合どのような結末を迎えるか全くわからないという未知なるものを目の当たりしている、そんなどよめきと私は見ました、足を取った、張った、やった、放った、いった、タイガースープレックス、しかし踏ん張れない、踏ん張れないから、踏ん張れなくてもいいんだ、だから取ったらカバーする、
分、残り時間3分、3ミリ、3ミリです、残り時間が3分、残り時間が3分、今宵決着はつくのか、その一つの一つの打開策となるのがこのムーンサルトプレス、足を狙われた。いやあのえぐいですけどね、ジョニー・エース選手のうまい攻めですね、あそこら辺はね、エースとしてはどんなに逆境に追い込まれても小橋のあの太ももを狙っていけば、なんとかクリアされますからね。そうですね、まさにエースとしてはそういった意味で切り札を持っている、そう申し上げていいかもしれません。小橋健太はギロチンドロップを見せましたが、しかし決定打とはなりえません。ラリアット、毛先にチョップだ。さあ、またぐらに挟んだぞ、挟んだぞ、踏ん張った、パワーボムだ、全身全霊すべてを力を込めて、スーパーウト、スーパーウト、残り時間2分、残り時間2分、数ミリ、数ミリです、数ミリです。まあ、要するに本当にあの小橋選手の気力と上半身の力だけで持ち上げたという感じですね。もう終始ですね、小橋選手は今日はもう上半身 の、はい、あの力にものすごい頼ってますよね、また頼らざるを得ません小橋健太。さあジョニーエース、これはピンチを迎えております。もう一回上げることができるのかどうか、膝をあてがった、手先にチョップだ、上半身の力です、これも上半身、上半身、もう後背を垂れている、ぐったりしている、7番またぐら挟んで、今度こそ2度目の投げ捨てパワーボム、投げ捨てた、投げ捨てた瞬間に左の足から全身に電気が走る、残り時間1分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 、60秒、残り時間60秒、さあ引き分けるのか、引き分けるのか、今宵もこの両選手決着つかずなのか、ロープブレイクです、ロープブレイクです、ポジショニングがよくありません。世界の高みを目指そうと90年9月アジアタック王者のロープチームが、両選手がタックを解消いたしました。決着つかないのか、すでに残り時間30秒を切りました。ボディースラム、これがラストチャンスだ、これがラストチャンスだ、世界を取るのは小橋健太か。ああしかしカバーした、満身の力、ツーカウント、ツーカウント、世界を目指す男には30分は短すぎました。今フルタイム引き分け、短かった、しかし小橋には長かったが、30分フルタイム引き分け。小野さんどうご覧になりましたか。そうですね、もう本当にお互いの要するにライバルとしての意地と意地のぶつかり合い、まあ、要するにその小橋選手にしてみればもうこの後やっぱりチャンピオン戦を控えてるんで絶対に負けるわけにはいかない。そうです、自分には今ウィープポイントがありますけどね、それでもだけど踏ん張らなきゃいけないっていう気分、もう気力だけで頑張った、はい、あの頑張ったんだろうと思いますよね、まあ、ジョニエ選手もそこをついてついて行ったんですけど、やっぱり、うん、あの小林選手のしぶとさで引き分けと、はい、そういう感じに見えますよね。30分の一本勝負、ノンタイトルマッチでありますが、あえて21世紀の三冠選手権試合と申し上げていいでしょう。小林健太対ジョニーエース、30分じゃ足りなかった、引き分けでやりました。怪物ジャンボ鶴田登場。お申し込みはビデオレコードショップまたは 3234-5471 ワッツまで。これからは95スーパーパワーシリーズ札幌大会、札幌中島体育センターセミファイナル、パトリオットボビーダンカンジュニア対川田田植え組であります。先陣を切ったのは田植えとマスクマンパトリオットです。まず押し込んでいったのは田植え明、ブレイクしました。髪を短く刈り込んでいます田植え明です。そしてマスクマンがパトリオット、190センチ118キロです。サイドのヘッドロックに田植えがパトリオットを捉えました。大きく足を踏ん張ってこらえます。スターズ&ストライプスパトリオット、去年のエキサイトシリーズ以来1年2ヶ月ぶり13回目の来日ということになります。パトリオット
初来日は3年前のこのスーパーパワーシリーズでした。タウエをロープへ振って体当たりは五分と五分、これはアピールいたしますパトリオットです。さあタウエがロープに飛んだ、パトリオットこれを受けます、五分と五分です。放送席は桃田光雄さんです。桃田さん、はい、1年2ヶ月ぶりのパトリオット、このスーパーパワーシリーズ開幕戦から絶好調ですね。そうですね、ものすごい飛ばしてますよね、やっぱりあの1年2ヶ月ぶりということで、あの要するに実力をさらに上げたということをアピールしたいんだろうとは思いますけどね。そうですね、実際に実力もかなり上がってるんじゃないですか。はい、まあ、その象徴的な出来事というのがあの開幕戦のエースと組んで小橋からフォールを奪ったということに表れています。華々しいカムバックを果たしましたパトリオット。やっぱりあのこれから世界タッグとか、それからあの三冠のあの選手権なんかに当然あの目標を持ってるんじゃないかなと思うんですけど、ね、そうでしょうね、まず小橋をタッグ戦とはいえホールで下して、その資格は十分にあるということをアピールいたしました。このパトリオットは一昨年の6月から9月まで第60代アジアタッグチャンピオンとして、パトリオットイーグルと組んでアジアタッグチャンピオンとしてタイトルを保持したこともありました。しかし1年2ヶ月のブランクを経て、この全日本プロレスマットに登場したパトリオット、さらにスケールアップして三冠戦あるいは世界タッグ戦を狙えるレスラーとして帰ってまいりました。そしてなんといってもこのスーパーパワーシリーズ、この川田田植え組との対戦が正規軍とはこのシリーズ1年2ヶ月ぶり初めての対決ということになります。この正規軍相手にもどういう戦いをするのか楽しみですよね。そうですね、やっぱり正規軍とそれから調整大軍ってちょっとタイプが違いますからね、はい、そういう意味ではパトリオット選手としてみればちょっとやりづらい部分もあるかもしれませんね。あの調整大の方がわりかし自分と同じようなタイプですから、はい、あのパトリオット選手とね、同じようなタイプで飛び技が多いんで、正規軍の方はどちらかというとパワーと気迫とそれからラフも入ってきますから ね、はい、 ね、そして今相対しておりますのが絶好調の田上明。このパトリオット、どれほどスケールが大きくなったか検証するのには絶好調、もってこいの相手であります。さあその田上を腕で絡んで取っていって押し込んでいきますパトリオット。バックスインから張り手に発、そしてドロップキックは高い。山本さん、パトリオット本当にスケールが大きくなりましたね。そうですね、前からもちろんジャンプ力はあったんですけど、よりジャンプ力を増してるという感じがしますよね。はい、そしてそのパトリオット一旦下がります。ボビーダンカンジュニアが出てまいりました。こちらは戦うサラブレッド、父はあのボビーダンカンであります。血統は折り紙付きです。このシリーズはハンセン、エース、パトリオットらとコンビを組むことが多くなっています。ボビー・ダンカン・ジュニア29歳、196センチの125キロ。尾本さん、このボビー・ダンカン・ジュニア全日本プロレスマット初登場なんですが、はい、体格はまず申し分ありませんね。あのもう何も言うことはないと思いますね。ただ あとは試合運びとかそういうのがやっぱりあのアメリカと日本とでは多少違いますからね、はい、日本の方がやっぱりテンポが速い部分がありますし、それが日本の方が今では要するに技が高度になってますからね、はい、そういう意味でやっぱりあのいろんな選手とパートナーを組んでやっぱり日本の試合を早く要するにその体で覚えてもらうと、もちろん要するに自力はあると思いますので、はい、あのこれから楽しみな選手だと思いますよ。そのあたり日本での試合がこれが4戦目になりますが、徐々に日本のプロレスに馴染んでいくでありましょう。ボビーダンカンジュニア、パトリオットにスイッチしています。一方の正規軍に目を飛んでいます。おっと、田植え円錐切りです。田植えはまだ川田にタッチは行っておりません。田植え明です。そして DDT、 ここで川田にタッチを行います。5分をまず1人で戦い切りました田植え明。5分を過ぎたところで30分の一本勝負、正規軍パートナーの川田にスイッチであります。さあ川田が入ってまいりました。上勢ではパトリオットが上回っています。さあ川田がパトリオットを攻め込んでいきます。まだ川田は汗をうっすらとしかかいておりません。おっと、ショルダータックル、これは川田俊明ゴロゴロと場外へ落ちていきました。パトリオットはリングの上です。今ようやく立ち上がった川田俊明、
余裕を持ってパトリオットの動きを見ながらエプロンサイド入ってまいります。セカンドロープとサードロープの間です。黄色いブーツ、黒いロングタイツ、川田俊明、まず左右の蹴りを見舞っていきます。今度は左、川田は31歳、みそじを一つ超えました。青コーナーに詰められます。ボビーダンカンジュニアも加担いたします。青コーナー、ボビーダンカンジュニア、黒いショートタイツ、後ろに銀色でテキサス州の縫い取りがあります。テキサス州出身でありますボビーダンカンジュニアです。89年にプロレスラーとしてデビューを果たしています。対角線に振った、さあ川田どうするか、これは避けました。この辺りはうまい川田俊明です。さあそしてまず岩石落としを見せます川田、そして田上にスイッチです。いや、ここは川田と田上がコンビネーションを見せる。ダブルのショルダーか、ダブルのショルダー当てていきます。残るのは田上明、赤いショートタイツ、そしてコブラツイストに入ります。田上明です。アブドミナルストレッチ、桃田さん、この、まあ、田上は95年に入って好調、特にチャンピオンカーニバル堂々の準優勝でしたね。そうですね、やっぱり、決勝へ行くということはやっぱりかなりの自信につながると思いますよね。そうね、公式戦は8勝1敗1引き分けでした。この1敗はハンセンに、そして引き分けは三沢、タッグパートナーであります川田のことはこの田上下しております。まあ、しかしその田上、パトリオットとダンカンに捕まりました。あのチャンピオンカーニバルの時の田上といいますと、この川田をして今のあの勢いは誰も止められないのではないかと言わしめるほどでしたからね。そうですね、まあ、要するに人間というのはやっぱりどうしても自分の体調とか、はい、いろんな面で精神面もありますし、それで波がありますよね、はい、そういう波をなるべくなくすように努力はしてますけどね、まあ、今要するにその今年去年の暮れあたりから田渕選手はものすごいもう要するに上り調子で、やっぱりチャンピオンカーニバルはもう最高潮にあったんじゃないかなと思いますよね。そうでしょうね、また去年チャンピオンカーニバルで優勝している川田の発言だけにこの田上の好調を裏付ける証言と言えます。さあしかしその田上、この時間帯場外戦からリングの上に戻っても劣勢を強いられています。スリーパーホールドに入りましたのがパトリオットです。田上起き上がります。そして顎砕きに入りました。ボディースラム、あっとこれはギロチンホイップだ。パトリオットの118キロの巨体を持ち上げました。トップロープに投げつけています。そしてセカンドロープを利用するか、それともエプロンサイドで、お、何を持ってくるか、野田落としか、野田落としか、ハイパー野田落としか、いくか、あっとボビーダンカンジュニアカットに入ります。山本さん、このね、場外を落とす野田落としが、これがやっぱりかなり効果的に出てますからね。田上もそのあたりは重々心得ていますが、あっとパトリオットミサイル、エプロンサイドからパトリオット打っていきました。これがパトリオットの18番でもあります。この他にフルメルソンバスターなどパワーボムももちろん得意としておりますパトリオット。ボビーダンカンジュニアが田上をリングの上に戻します。そして青コーナー、ボビーダンカンジュニアにすでにタッチは行っていますが、青コーナーの上に登っているボビーダンカンジュニア、さあジュニアが飛んでくる、おっとこれはダイビングショルダータックル、そしてすぐさまカバーです。カウントは2、裁くレフリーはジョー樋口です。ボビーダンカンジュニアと田上明、おっとこれはスモールパッケージ、ね、スモールパッケージ、はい、小包み固めであります。一瞬まさか網打ち式原爆固めかと思ったんですが、これはスモールパッケージホールド、今度は片指に固めます。カウントは2。このあたりの技の移行速さ、このあたりはどうですか。そうですね、いいものを持っていると思いますよ。さあそしてパトリオットにスイッチ、サウスポーのショートレンジのラリアットです。もう一つラリアットを見せました。さあそしてパトリオットミサイル発射準備 OK でしょうか、それとも何を持ってくるか。パトリオットミサイル、おっとこれはかわした、しかも田上の蹴りが入っているでしょうか。あの2位を決めたみたいに見えますね。田上の左肘、左膝が入りました。そして川田にスイッチ、
さあ川田が蹴っていきます。ロープに振ってスピンキック。さあすぐさま立ち上がって片指に固めます。まあ、この川田と田上、この2人のコンビもこの 6.9 最終日本武道館大会世界タッグ戦を控えています。1月24日山形では60分時間切れ引き分けでした。桃田さん、このあたりこの2人徐々に最終戦に向けて上り詰めていくんでしょうね。そうですね、当然もうその自分で体調はみんな作れる選手ですからね。はい、非常に楽しみです、最終日本武道館決戦。ただ武道館の世界タッグは、はい、先ほどの試合で小橋選手がですね、やっぱり左の足をかなり気にしてますん で、 そ、 うでね、そこら辺がちょっとポイントになりそうですね。はい、このセミファイナルの前の試合で小橋とエースが一騎打ち、この時さすがにこのシリーズに入る前に痛めていた左太ももをかなり小橋は気にしていました。最終日本武道館大会の世界タッグ戦、チャンピオンチームに一抹の不安があります。さあボビーダンカンジュニアがギロチンドロップ、カウントは2です。鼻に絆創膏をしておりますボビーダンカンジュニア、父はボビーダンカン、戦うサラブレッド、血統書付きのプロレスラーといったところでしょうか。ブルドッキングヘッドロックから上四方固め、田上のカットです。さあそしてブレインバスターの体勢に入りますが、これは川田が腰一つ分低く体勢を耐えております。さあどちらが打つか、川田が打った、ブレインバスター脳天砕きです。そして田上にスイッチ、ボビーダンカンジュニアはおっとタッチを求めたようですが、これはパトリオット受けませんでした。さあ人間風車ダブルアームスープレックス、田上明です。カバーに入ります。そういえばこのボビーダンカンジュニアは5月29日十和田大会では田上との一騎打ちがあります。この田上を相手に一つでも二つでもダメージを与えておきたいところです、ボビーダンカンジュニア。そしておっとパワーボムに入るのか田上。さあパワーボム、これはちょっと高さが足りないか、パトリオットのカットです。おっとパトリオットが川田に突き落とされた、放送席前、これは田上が野田は落としか、いやまずはラリアット、カウントだ、固めます、カウントは、そして満を持してさあいった、野田は落としのスペシャリスト田上明抑え込む、カウントはカウント3、緩やかに上樋口の右腕がキャンバスを引き叩きました。田上明最後は盤石の体勢でボビーダンカンジュニアを仕留めました。プロレス博物館、沖縄オリマス、ほぼブラジル、これを立ち上がらせるようにしてジャイアンツ馬場の16問であります。一本を取られております、ジャイアンツ馬場、ブラジルの初回をロープに飛ばした32問、大型弾道弾ブロックキック、カウント2、カウント2であります、またもブロックキックを見せました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。